ダーニング第2作目作ってます。これは私のハイソックス、つま先の、どうもこの指の、なんて言ったらいいんだ、親指の下のあたり忘れちゃったので、今こうやってやってるところです。薄い水色と薄いグレーの糸の組み合わせで、刺繍糸ですね、25番の刺繍糸でやってます。針の背の方でやった方が布に刺されなくてスムーズにこう分け入っていけるので、慌てず一気に一気に行かないでちょっとずつ行くのがいいということが分かりましたね。まあ、ここでしょ。で、今度ここは交互にね、交互にやるんだけど、こうやってこういう感じで端っこが広がっちゃった。こうでしょ、入れて、これちょっとこう下に下げてあげて、ピッと引っ張って、あ、上がっちゃった。こうやってぐるっと返して、そろそろ端っこに来た。で、ここで一目縫ってから、また交互にやっていくのですが、こうやってやると布刺しちゃうので、こっちのね、針のこの頭の方でこう隙間、糸を踏まない、引っ張らないように、あ、引っ掛けてんな。好きにやるのでちょっとずつやるのがいいかな。この隙間と、もう自己流なんですけど、まあ、本見てなんとかできてきたかなって感じなんですけどね。よいしょ。ここまで来たらどうしたらいいんだ。詰めて、繰り返して、そんで端っこちょっと一縫いして、あれ？どんってからの、うん、なんかできてきたで、今あともう一回ぐらい行った方がいいのかな。そうだよね、きっとね。こういったか、これ、これは下で、これは下で、とここが下で、こう交互にやることで布みたいな感じになるから丈夫になるんですよね、きっとね。靴下の穴の開けか、あの縫い方ってすごい適当にやってたんだけど、このやり方でやると本当丈夫になるし、あのボコボコしないでフラットな感じなんじゃないかなと思うんだよね。いいですね、こういうの。いいものを教えていただきました。 NHK のあの、え、なんだったっけな、素敵にハンドメイドなんだっけな、そういうので見つけて、その前に布博っていうのに行った時に、2年ぐらい前かな、このダーニングマッシュルームの存在を知ったんですけど、その時はちょっとね、ふーんって感じで思ってたんだけど、最近本屋さんで見つけて、この本をその NHK でね、番組で見た後にいいなと思って買いました。なんか、作ろうものってちょっと貧しい感じで嫌かなと思ったんだけど、意外と可愛い。こんなもんでいいのかな？なんかできたっぽいです。あとはここ糸を切って、裏側にこう糸をつつつっと通して始末するという、玉結びっていうパターンもあるけど、靴下の裏の部分なので、多分布をね、ピュッと取っちゃって、猫ちゃんプチュ、これやればいいのかな。しかもこれ何でやってるかというと、台座がね、あのダーニングマッシュルームって木のキノコの形したのがあるらしいんですけど、私はそれを持っていないので、このゴムも、しかも髪の毛をね、あの目立たないようにする束ねるゴムと、なんと下が、これはちょっとお見せするのは恥ずかしいんですが、ロールオンですよ。
ロールオンのここですよ、くるっと。あのね、脇の下にくりくりってやるやつ、あれです。ちょうど丸かったのとサイズがぴったりだったので、家にあるものでちょっとやってみました。ははは。それで、ほら、穴が塞がったのわかるかなって、ビフォーを出しとけばよかったけど。かわいい、すごいかわいいんですよね。これだったら裏側ピロって見えても、なんかかわいくないですか？で、これをひっくり返して、最後の仕上げに入るわけですが、あ、しまったしまった。この表の糸を裏に持ってこないといけないな。あれ？でももしかして表のまま通しちゃっても全然問題ないかも。あれれれれ。おろす。もとい。あ、なんか靴下の中のゴミが。ですね。いや、でもやっぱ後ろだよね。ちょっと本チェックしてみます。あ、書いてありましたね。これ表のままでいいみたい。靴下や肌着など裏側の肌触りが気になる場合は、表ですね。さっきのまま、外す必要なかったんだけど、表のまま、こう、糸を通して、こう、L 字型に、こう、向きを変えてですね、こう、埋めてって、隠して、端っこを切って始末すると。それで完成ってことですね。ちょっとやってみようかなと思います。耳の裏の方に、こう、ズン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 、ズンと通して、ちょっと引っ張って、L 字型すところ、もう一回こっち側かな。この辺にニョニョニョっと通して端っこまで通してピッと引っ張ったらどう切ってこんな感じで、あと一箇所ここね、めちゃ長い、めちゃ長いシュイトだ。だか分からない、こっちでいいのかな、こう来てなんかよく分かんない道だけど、ここちょっと大きいのになると目立つからちっちゃく塗っとこうかな、ちっちゃく塗っといて、で多分ここ通せばいいかな。なんか意外と適当かもね。この辺こう裏裏に抜けないようなこの縫い目の隙間をこう通してって、でまっすぐだと抜けちゃうかもしれないから向きを変えてこう L 字型に入れていけばいいってことなのかな。すごいざっくりなんだけど、でもなんか通るからこうやってシュシュシュっとずーっとね、なんかあんまり細かく見ないからなんかこんな感じかな。でここを切ってできました。見てみよう、ゴム取ってどこにこのようにここかかとでじゃんできたよ。あ、滑らか滑らか、いい感じです。なんか、かわいい。もうしばらく履こうと思います。ということで、ダーニングチャレンジやってみました。それじゃあまたね。バイバーイ。